アレルヤ、ありがとうございます。幼な生活隊の力強い賛美、感謝いたします。また、ヘプシバ賛美チームの賛美にも心から感謝します。今日、私はヘブル6章、17節から20節の御言葉を通して、私たちの魂の怒り、私たちの魂の怒りという題名で御言葉を語りたいと思います。怒り、英語ではアンカーと言いますよね。 船が流されないように、えー、怒りを下ろすことになります。今日の本文を見ると、この望みはと語っていますね。中教説に、この望みは私たちの魂の怒りであると語っています。では、この望みというものは何でしょうかこの望みというものは、その前の箇所を見ると記録されているように、神様の約束を受け継ぐことにあります。 私たちは今神様から約束されているその全ての聖書に記録されている約束を私たちに与えられること受け継がれるということを信じて今このように教会に、えー、来ているわけですよねそれが私たちにとって魂の怒りであると語っています今日の本文でも語っていますけれども神様がアブラハムに誓って契約を結ばれました 祝福を与えると約束されましたよね。必ずあなたを祝福すると。そこにヘブル語の言語を見るとですね、2回反復して同じ単語を使うと、必ずそのようにするという強調形になります。強調する形になるわけですね。ですから、祝福するということを単語を2回使うことによって、必ずあなたを祝福すると、神様は約束されているわけです。 この望みが今私たちにとって魂の怒りであると語っています。そしてその中には2つのえ理由があると語っています。2つの普遍の事柄と語っていますよね。2つの理由。この今日の本文の箇所をよく見なければいけません。この2つの普遍の事柄というものは何かというと、神様の、えー 働き神様の計画は変わることはないということを意味しています。神様の契約計画は変わらないということですね。また神様は2番目に、えー、偽りを言うことはできないということです、ね。嘘をつけないんですね、神様は。ですから私たちはその約束を信じて怒りを下ろすことができるわけです。望みを置くことができるわけですよね、神様に。この望みがあるものには、いくら えー、風が吹いて波が揺れてもです、ね、決して、えー、流されることはないということを意味しています。それが怒りの、えー、理由なんですね。怒りを下ろす理由ですよね。私たちもこのような望みがなければ私たちの人生は、えー、なくなってしまいます。そしてまた、えー、怒りを変なところに下ろしてしまうと私たちの魂は。 え流されてしまうことがあるわけですよね。目的地にえ到着することもできずに流されてしまうことがあるわけです。今日私たちは私たちがどのような場所に私たちの魂の怒りを下ろしているでしょうかそれをえもう一度考えてみてください、皆さん。魂の怒り、この怒りを望みと語っていますけれども、 人間というものは望みがなければ力強く歩むことはできません。望みがなければ怒りを下ろすことはできないわけですよね。また怒りを下ろすこともできず、結局は流されてしまうわけです。ですから私たちはこの神様の望みを私たちだけではなく私たちの子孫にまた多くの人に伝えて流されてしまう船ではなく この怒りを下ろして神様に、えー、しっかりと望みを置いて最後まで、えー、揺れ動くことはないように歩、えーえー、まなければいけません。では、私たちはどこにこの望みを置いて私たちの魂の怒りを下ろすべきなのか今日見てみたいと思います。えー、結論から言うと私たちの魂は私たちの魂の怒り。 また望みはですね、見えないものと揺らがないものと変わらないものに置かなければいけません。見えないもの、また、えー、揺らぐことのないもの、また変わらないものです。このようなものに私たちは望みを置いて、このようなものに私たちの怒りを下ろさなければいけないわけです。見えないというものはどういうことですか ローマ8章24節から25節を見ると私たちが見ないことを望むなら私たちは忍耐してそれを持ち望むのであると語っていますよね私たちは忍耐してそれを待ち望むのであると見えるものは望みではないと語っています県に見ていることをどうしてなお望む人があろうかと語っていますよね私たちの人生を歩む中で あらゆる目標を立てますけれどもその目標に向かって、えー、力強く歩むわけですけれども目標に到達するとどうなりますか自分がその目標を成してしまうとそれ以上の希望はなくなるわけですよね。ですから私たちは最終的な目標を立てる時にですね永遠なものにまたは見えないものに望みを置かなければいけません。一生涯人生を、えー、かけて その目標に向かって歩むそういう希望が必要なわけですもちろん私たちの人生において小さな目標はありますしかし私たちが置かなければいけないのは最終的な望みですコロサイ一章五節を見ると天に蓄えられている望みであると語っていますまたヘブル六章十九節を見ても幕の内に入り生かせられるものであると 天幕の中にある目標であると語っていますよね。私たちは人生においてあらゆる目標があります就。就職することであったりだとか、また大学に入ることであったりだとか、いろいろな目標はありますよね。しかし最終的な目標を持たなければいけません。お金を目標にする人もいますけれども、宝くじに当たったとしたらどうなりますかもう宝くじに当選したらあもうすべてな えー、終わったと、良くなったということで、安心してしまうわけですよね。その時から滅びに向かっていきます。また、見えないものに望みを置かなければならないということはですね、コリタイニコリンと4章中8節を見ると、見えるものではなく、見えないものに目を注ぎなさいと、見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くと語っています。ですから、私たちは、目に見えないものに望みを置かなければいけません。 見えるものというものはすぐなくなってしまうからです。しかし見えないものは永遠に続くと語っています。ですから私たちは永遠なものに望みを置くべきなんですね。自分の目の前にあってすぐなくなってしまう、そういうところに望みを置いてはいけないわけです。そこに怒りを置いてしまってもですね、なくなってからではもう流されてしまうわけですよね。ですから 1> 第1ヨハネ2章17節を見ると、世と世の欲とは過ぎ去る、しかし神の見旨を行う者は永遠に流らると語っています。この目に見える世の中、必ず亡くなると語っていますよね。過ぎ去ってしまうと。そこに望みを置くのではなく、永遠なる神様の御言葉をつかみ、神様に望みを置いて歩みなさいと語っているわけです。また、イザヤ40章6節から8節を見ても、 すべての、えー、肉体は草であると語っています。私たちの体、私たちは草に等しいと、野の花のようであると語っていますよね。人は皆草であり、その麗しさは野の花のようだと。主の息がその上に吹けば、草は枯れ、花はしぼむ。確かに人は草だ。草はは枯れ花はし,ぼむしかし我々の神の言葉は常しえに変わることはないと語っています。 首都パウロはこの世の中にある家をですねテントと語りました。幕屋であると。この世の中の家というものはまた私たちの肉体もですね自分の家も幕屋です。テントなわけです。一時的な暮ら,す一時的に暮らす場所なんですね。しかし天には永遠な家があるとパウロは語りました。私たちが今この世の中に暮らしながら私たちは幕屋で。 暮らすすわけです私たちの体もまた目に見える家もですね、えー、いろいろと、えー、投資をするわけです掃除をしたり大きな家を買ったりいろいろと投資をするわけですけれども私たちは天にある家のためにどれほど時間であったり力であったり多くのものを投資しているでしょうか聖書に記録されているのは 天の家のために投資しなさいと、もっと力強く働き、もっと強く祈りなさいと語っています。祈りというものは決してなくなることはありません。祈れば神様の前に必ず蓄えられるわけです。他人のために、隣人のために祈るのも同じです。その取りなしの祈り,祈りもですね、結局自分に。 戻ってくるわけです自分の祝福になるわけです。ですから、使徒行伝、十章四節を見ると、何て書いていますか、えー、このコルネリオという人がいましたよね。このコルネリオという人は、異法人でしたけれども、こう語られました。あなたの祈りと、またあなたの施しは神の見舞いに届いて覚えられていると語っています。一生懸命祈り、また多くの人を助けてあげたわけです。施したわけです。 それは神様の見舞いに届いて覚えられていると、記念になっていると、祝福になっていると語っているわけです。そして神様はペテロを送って聖書の御言葉を教えたわけです。このコロネリオという人が多くの祈りをしまた多くの人に施しました。その努力とその奉仕を見て神様は祝福してくださったわけです。 私たちもこの世の中で暮らしながら永遠なる家のために一生懸命投資しなければいけません。そこに私たちの最終的な目標を立てて歩まなければいけないわけです。そういう人たちは永遠なものに望みを置いてそこに怒りを下ろすものにはですね、この世の中のいろいろな、えー、波にも押し流されることはありません。 天になぜ望みを置かなければいけないのかと言うかもしれませんけれども、この世の中というものは大きな波の世の中であります。変化する世の中であり、また上に行ったり下がったり、良くなったり悪くなったりする世の中なんですね。そこに怒りを下ろしてしまうと、上れば上り、またえー下に 降りれば、また私たちも一緒に降りるわけです。波と同じようにですね、一緒に揺らぐわけです。しかし私たちの望みというものは、怒りというものはですね、変なものに、また揺らぐことのないものに置かなければいけません。それが聖書で語っている信仰というものです。ヘブル11章、一節を見ると、信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することであると語っています。 信仰と望みというものは一つなんですね。皆さん。信仰と望みは一つです。表と裏と同じようなものなんですね。また、約部1章6節を見ても、ただ疑わないで信仰を持って願い求めなさいと。願う疑う人は、風の吹くままに揺れ動く海の波のように似ていると語っています。信仰がない人は、 風の吹くままに揺れ動く波のようであると語っています。エペソピソトエの手紙4章14節にも記録されていますね。ですから私たちのこの信仰が強まらなければいけないと、成長しなければいけないと語っています。世の中に揺らがされてはいけないと。シト・パウロがそのような、えー、信仰をです、ね、体験して語りました。 信仰と希望の祝福を受けた人は、えー、揺らぐことがなく、遅速する、えー、祝福を受けたと語っています。遅速。いつでもですね、自分の力で歩み満足するということです。どんな状況にも揺らぐことなく、いつも満足すること、いつも感謝を持って、 神様の前、いつでも栄光を表すこと、それが信仰の持ち主だと語っています。シト・パウロの生涯を見てください。本当に一番最高、一番上のところにいた人だったわけですよね。ハーバードのような、えー、タルソ大学にいて、またベニヤミン部族のパリサイ人でした。皆さん、よく見てみると、パリサイ人はどれほど傲慢な人たちだったんですか聖書を見たら分かりますよね。もう 首にギブスをしているようにですね、イエス様の前に、えー、謙遜になることもなかった、えー、そういう傲慢な人たちです。そういうパウロでしたけれども、イエス様に出会ってからはどうなりましたか一番上から一番低いところまで、えー、下り下ったわけですよね。ある面から言えば、使徒パウロはですね、イエス・キリストに出会ってからは、失敗した人生を歩んだわけですよね、人間的に見ると。 死にそうにもなり、殴られ、また牢屋にも入り、またお金を稼ぐためにも働きながら福音を伝える。人間的に見たら本当に貧しいものになったわけです。ピリピ4章11節から13節にこう書いていますね。私は乏しいからこういうのではない。私はどんな境遇にあっても足りることを学んだ。私は貧に処する道を知っており、 富にるる道も知っている私は、えー、悪くことも飢えることもにも、富むことにも貧しいことにも、ありとあらゆる境遇にも処する秘訣を心得ていると語っています。どんな境遇にあっても、えー、私は自分を体験していると。上から下まで全てを、えー、悟ったものであると。イエス・キリストに出会ってから、えー、どうなったのかというと。 いつも足りることを学んだと。いつも満足することを覚えたと語っています。そう言いながら13節に、私を強くしてくださる方によって何事でもすることができると語っています。皆さん、ピリピン4章13節よく知っているですよね。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができると。力をくだされば、神様によって私たちは何でもできるわけです。しかし、その背景を私たちは悟らなければいけません。 シト・使徒パウロは貧しいことも、富も、どんな時にもですね、足りること、満足することを悟ったと語っているわけです。私たちもこのような信仰と望みを持って歩まなければいけないんです。そうすれば、どんな時にも、いつも神様の前に感謝をすることができるということを聖書は語っています。この世の中のすべてのものは過ぎ去ります。目に見えるものはすべてなくなるわけです。 そこに望みを置くと良い時はもう喜んで感謝していますけれども貧しくなったり苦しみに遭う時はどうなりますか悲しくなり泣いて信仰をですね取り乱してしまうことが多くなわけですよね、えー。ユダヤ人のですね昔話をちょっと紹介したいと思うんですけれども聖書に書いている人物の名前をとつく、えー、通して。 えー、作り上げたストーリーなんですけれどもソロモン王に、えー、家来がいましたこのプナヤという家来なんですけれどもこの人は、えー、口数も少なく働く,ことしか集中し働くことにしか集中しないそういう人でしたですからこの人にとって自慢できることはですねソロモンが何を命令しても私は全てを成し遂げると一回も失敗したことはないと そういうことを自慢する人でした。えー、本当に忠誠な家来だったわけですよね。そのため、ソロモンもこの家来を愛しました。ある日、ソロモンがですね、このブナヤにいたずらをしたくなったわけです。えー、一生懸命成し遂げるから、えー、何かいたずらをしようとしたわけですね。それで 1>, 1ヶ月後に行われる宴会のためにですね、何か一つ探してほしいと言ったわけです。魔力のある、力のある指輪があるんだけれども、魔力のある指輪があるんだけれども、その指輪を見ればですね、喜んでいる人は、えー、悲しくなり、また悲しい人、また悲しい人 苦しみにあっている人はその指輪を手に入れれば望めを得てまた喜びを得るとそういう指輪があるというんですねその指輪を探してこいというんですその時ブナヤは分かりましたと、えー、自信を持っていたわけですこの魔力のある指輪をです、ね、探すためにいろんなところを歩んだんですね探しましたしかし1ヶ月経っても 見つからないわけですソロモンがただいたずらで、えー、存在することもないそういう指輪を探させたわけですよね、えー、いたずらをしたわけです1ヶ月間一生懸命、えー、探し歩いたんですけれどももう1ヶ月が過ぎて明日になれば宴会の日が近づきましたそれで、えー、もう探すのに疲れ果ててですね 歩いていたんですけれどもあるところで田舎の道にですね、えー、宝石の、えー、店があったわけですそこに入っていってこんな指輪をし,していますかと聞いたんですけれどもやっぱりないと言うんですねしかしあるおじいさんがですねその店から出てきてちょっと待ってと言うんですでブナヤは もしかしてその指輪をしていますかというと、えー、そのおじいさんはですねちょっと待っていろと言うんですねそれで普通の、えー、簡単な小さな、えー、指輪にですねあるものを刻んでブナヤに与えられましたブナヤはですねその指輪を見て、えー、もうこの指輪を探したという長寿 そのえー、成し遂げたという成果を持ってですね、ソロモンの前に出ていったわけです。ソロモンはそんなことも知らずに、えー、このいたずらの種晴らしをしようと、今、喜びに満ちていたわけですね。で探したのかと言ったらいきなりブナヤは、えー、探しましたと言うんですね。じゃあ驚いて、そんな指輪はないだろうと言ったんですけれども、指輪を見せてくるわけです。 えー、その指輪にですね、えー、ヘブル語で3つの単語で記録されていました、えー、その3つの単語なんなどういう意味が書いてあるのかというと,いうとこれもまた過ぎるという,いう言葉が書いていましたこれもまた過ぎるとソロモンはこれを見て、えー、どうなったでしょうかソロモンは世の中の全ての映画を、えー 祝福を受けて、富を得て、本当に、えー、世界一の王だったわけですよね。その王ようなソロモンがですね、これを見て、この指輪を見て、ああ、これもまた過ぎ去るんだなと。富や栄もすべてあ、結局は過ぎ去ってしまうんだなということを、えー、悟ってですね、沈まったわけです。 しかしまたソロ,モンを考えソロモンは考えてみました。苦しみにあっている人、悲しんでいる人、また貧しい人がこの指輪を見たらどうなるだろうかと。これもまた過ぎ去ると。あ今、苦しく、悲しく、貧しい人もこれもまた過ぎ去るんだなと。希望を受けることができるわけですね。慰めることができるわけです。 そういうストーリーがあるんですけれども、皆さん、この世の中のものはすべて過ぎ去ります。永遠なものは一つもありません。喜びも過ぎ去ります。また悲しみも過ぎ去ります。富も、また苦難もすべてが過ぎ去るわけです。それで、シトパウロは、えー、揺らぐことのない信仰によって、どんな時にも感謝をする、えー、そういう。 満足を得たと。それを悟ったと語っているわけですね。この世の中には永遠なものはないと。しかし、どんな時にも感謝をし、どんな時にも満足することができる信仰を得たと語っているわけです。私たちには永遠なる希望があるわけですよね。ですから私たちはいつも感謝を持って歩むことができるわけです。どんな苦しみや、どんな波が来てもですね。いつかは過ぎ去ると。 私たちの永遠なる希望があるんだと、力強く前進することで、前に進むことができるわけです。そういう望みに向かって歩んでいく皆さんとなることを主の源を持って祝福します。その望みは御言葉です。マタイ24章35節を見ると、イエス様はこう語られましたよね。天地は滅びるであろう。しかし私の言葉は滅びることがないと語っておられます。この世の中、天と地は滅びてもですね。 イエス・キリストの言葉だけは滅びることがないと語っているわけです。ですから私たちは永遠なものに望みを置いて歩まなければいけないわけです。それが知恵のある人の歩みです。この世の中のその変化する状況に怒りを下ろしてしまうと自分の感情も上がったり下がったり、また笑顔になったり怒ったり、いろいろと揺らぐわけですよね。皆さん 株をしている人もいると思いますけれども株が上がれば喜んで株が下がれば涙を流しそうですよね信徒というのは神様の約束だけをつかまなければいけませんそして主に従って神様と共に歩まなければいけません世の中のペースに合わせるのではなく神様のペースに合わせなければいけないわけです目白録15章2節を見ると獣 えー、最後の時獣が出てきますよね敵キリストサタンですねそのサタンをサタンに打ち勝った信、えー、徒はガラスの海のそばに立っていると語っています、えー、ガラスの海の上ですねガラスの海のような信仰ヤコブ一章6節を見ると疑う人は波に のようだと語られましたけれどもガラスの海というものは揺らぐことはありませんいつも変わることはないものなんですねそういう信仰がある時に世の終わりに打ち勝つことができると語っているわけですイザヤ54章「10節を見ても山は移り丘は動いても我が慈しみはあなたから移ることなく平安を与える我が契約は動くことがないと語られていますね ここも同じように神様の慈しみは変わることなくまた神様の契約も変わらないと語っていますこの慈しみという単語はヘブル語でヘセドという単語ですヘセドこのヘセドという単語は翻訳するのが難しい単語なんですけれども2種類の概念がありますヘセドというのは愛という意味とまた気が 合わさっている単語なんですね。ですから簡単に、えー、翻訳することはできない単語なんですけれども神様はその愛を永遠に守られる方であるということです。約束をしたことは必ず守られるということなんですね。ですから慈しみと契約は決して揺らぐことがないということを意味しています。それを掴んで愛みなさいと神様が語っておられるわけです。イザヤ40章6節を見ると すべての肉体は肉は人は皆草でありまた野の花のようだと語っています。ここで麗しさという単語が出てきますけれどもこの麗しさというのがヘセドという単語です。人のヘセドを意味しているんですね。人の姿は皆草でありまたその麗しさ、ヘセドは野の花のようだと語っているわけです。神様のヘセドは永遠,であるけれど永遠なものであるけれども 人間の愛人間の義理というものは草や花のように一瞬にしてしぼんでしまうものであると語っています。予文も同じです。予文の妻が奥さんどうでしたか苦難にあった時に予文の妻は神様を呪って出ていきましたよね。 これもまた過ぎ去ると、皆さん覚えてください。ヘブルビトの手紙12章26から28節を見ると、神様は最後の時、この天と地をもう一度震わす働きをなすと語っておられます。地震のようにですね、天も地も震わすことになると、ヘブル12章26から28節に記録されています。その目的は何でしょうかなぜ、 えー、震わそ,うとするのですかその理由は震われないものが残るためにであると語っています。地震によってですね、揺らしてみることによって、揺らがないものを区分することができるということです。区分することができると。と揺らぐことのないものを守るために、この地を震わされると語っています。ですから 古,古うものを掴んでいる人は、その一緒にですね、壊れてしまい。揺らがないものは神様から守られて、揺らがない国を受けるのことになるわけですで。しすから私たちは、この世の中に怒りを下ろすのではなく、神様のペースに合わせて、神様のもの、永遠なものに怒りを下ろして、揺らぐことのない愛みをなさなければいけない。と といいうことを語っています今私たちは永遠に揺らぐことのない永遠なる御言葉を受けました。そこに私たちはその怒りを下ろさなければいけないわけです。この世の中に怒りを下ろすことをせずにですね、揺らぐことのない信仰を持って神様のその永遠なものに望みを置いて歩んでいく皆さんとなることを主のびのもって祝福します。またこのような信仰を私たちの子孫にも残して、 行くことによって私たちの家庭は子孫万代揺らぐことのない永遠なる祝福を受ける皆さんとなることを主の皆を持って祝福いたします祈ります愛する父なる神様感謝いたしますこの聖なる主の日私たちをこの神様の宮へと導いてくださり神様の永遠なる御言葉を私たちに与えてくださってもう一度その 永遠なる御言葉に望みを置き、また永遠なものに向かって歩むことができるように導いてくださることを感謝いたします。どんな時にも神様の恵みによって私たちの心を守ってくださり、信仰を守ってくださり、揺らぐことのない信仰によって勝利することができるように導いてください。この世の中がどのように動こうとしても、私たちは揺らぐことなく、いつも。 神様の前に歩み者として高く、えー、飛び上がる信徒となることはできるように導いてください。また、祈りと施しによって神様から認められ、多くの祝福を受けるそういう歩みもなしてことができるように導いてください。祈るたびに神様が近づいてきてくださり、その祝福をいつも体験しながら天の扉が開かれ、 祈りの答えも受ける祝福を与えてください。すべてをなされることを信じて、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン